皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和真と申します。本日はですね、前半はですね、キックスターターで、イノベーティブな商品をご紹介させていただきまして、後半のニュースセクションでですね、トランプ大統領の、娘であるイバンカ氏、イバンカ氏とクーシュナ氏のこのご夫婦がですね、その政権の仕事以外のでですね、2019年でですね、約38億円の稼ぎがあったということがですね、今話題になっておりますので、今日はですね、それについてご紹介をさせていただきます。もし本日の内容にご興味がある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。本日ご紹介するのはですね、キックスターターでございまして、今回のはですね、The Thermometer Smarter Instant Smarter SunbotAI ですね。要は体温計ですね、体温計のイノベーションになりまして、長年皆さんが使ってきたこの体温計でもいらないんですよという話なんですけども、ちょっとどんなものかね、一緒に見てみようと思うんですけども、これねちょっとね動画が面白くてですね、孫にあたる子たちがおじいちゃんおばあちゃんに、ちょっと教えようと思ってたら、逆におじいちゃんおばあちゃんの方がイノベーションをしていたというちょっとストーリーになってますので、ちょっとね一緒に見ていきたいと思います。これ1分で体温分かるよと、もう我々は1分待つ、あとどれくらい1分を、残されてるんだと、ね、そんなに余生がないんだよって言ってるんですね。そのうちに死んじゃうよと。今後はこれを使おうよと、サンボット小さくて速くてスマーター。アプリにこうつないだら、もう頭にこうねつけると、もう体温が分かっちゃうと。1秒で1秒以下で、カッシーとセッシー両方で表示します。これは子供たちがちょっとタジタジしてるわけですね。なんでそれが一番いいんですか。 Bluetooth が入ってまして、で、ボイスアレクサ、ボイスアシスタントもついてる。本当はね、本来であれば子供たちの方がこういうのを知っているはずなんですけども、70代ぐらいのおじいちゃん、おばあちゃんの方が、テクノロジーに関して知っていたという、ちょっとこうツイストのあるですね、動画になります。はい、このスマートボット、サームボットですけども、現在892万で、832人のバック、21の、あれがあると。これ今後ね、僕の中ではかなり来るんじゃないかと思っています。なぜかというと、このコロナの関係ですね、体温を測るというのはですね、非常に今後もいろんなところで使われてくると思ってまして、それがね、例えばそういうお店の前でスキャンされたりとか、ジムだったりとかですね、病院だったりとか、そういうところでやるのもそうですし、例えば親御さんがですね、お子さんの朝学校に行く前にこうちょっとピッて測ったりするんですね。いちいちね、体温計に測って1分とか、ちょっとめんどくさいと思うんですけども、これでピッて測れるんであれば、体温を測るのもそんなに苦じゃないんじゃないかなと思います。非常にね、イノベーティブな商品だと思います。はい、こういったね、こういうちょっとこうね、似たような商品がこれ3300万いってますけども、ちょっとこう触れずに簡単に早いというのがありますけども、これで、ね、3300万いってますけども、ちょっとこういう似たような感じですけども、これはアプリで、Bluetooth でやるものが今回の商品になります。はい、ぜひね、こういった商品もですね、ぜひ見ておいておいしいなというふうに思います。本日の、ニュースの方に行きたいと思います。Ivanka Trump and Jared Kushner and at least $36 million in outside income in 2019. Ivanka Trump と Jared Kushner 氏ご夫妻がですね、2019年政権外の収入で36 million、約日本円に合わせて38億円ぐらいを稼いでいるということは今報じられています。
Ivanka Trump and Jared Kushner received at least $36 million in outside income in 2019, according to the finance disclosure forms. The couple continued to receive a substantial income from a range of business investments and other assets. Both Trump and Kushner are senior White House advisors, and their outside earnings have raised conflict of interest issue.まあ、38億円ぐらいを、まあ、2019年、ね、政権のシニアアドバイザーとして今お二人が就任しておりますけど、それ外でですね、まあ、38億円ぐらい稼いでると。まあこれが今ちょっと問題になってますよね。まあ、政治的な地位を用いて、まあ、自社ブランドとか、まあ、投資先の業者を宣伝しているということでダメでしょうということで、いろんなところからまあ批判を浴びてるんですけども、結果として、まあ、彼らっていうのはですね、さまざまな事業展開をしていたり、投資、それからまあ資産を持っていらっしゃるので、そういったところからの収入が約38億円あったと、2019年にあるんですね。 According to the Post, the amount is about $7 million higher than their earnings in 2018, and the real amount may be higher as $157 million as the Office for Government Ethics does not require officials to submit exact but only approximate income figure.2018年の彼らの収入よりも、まあ、7ミリオン、約8億円ぐらい多かったというふうに言ってるんですね。昨年は、2019年は29ミリオンぐらいで、こう、まあ、申告していたということなんですけども、もしかしたら、今年2019年に関してはですね、もしかしたら、マックスで157ミリオンですね、約160億円ぐらい、もしかしたら、利益があるかもしれないというふうに言ってるんですね。なぜなら、アメリカにおいてはですね、まあ、正確な収入というのはですね、公開しなくてもいいからということですね。Ivanka Trump is the president of Donald Trump's eldest daughter. Both she and her husband serve as a senior advisor in her father's administration, though neither receive a wage. まあこれ、まあ、ただトランプ政権のところではですね、賃金は受け取ってないんだけども、シニアアドバイザーとして就任している。まあね、彼らはだからもうその、まあ、ブランディングとして、まあ、そういうところ地位についている可能性が高いですよね。 Since taking office in 2017, the business interests of President Trump and members of his family serving in the administration have caused conflict of interest issue. まあ2017年のですね、トランプ大統領氏就任以降ですね、まあ、トランプ氏がですね、まあ、家族、身内を、まあ、政権内の、重要ポストにどんどん置いていることっていうのがですね、まあ、非常に今問題になっているわけですね。要は政治的地位を用いて、まあ、自社ブランドとか自社のビジネスを斡旋したりとかすることは、もうこれはノンノンなんですね。Ivanka Trump closed her fashion business in 2018, a year after taking a role in the White House. The business had been subject to a boycott campaign when she initially refused to close it despite working on the government law. She continues to own the stake in her father's business, the Trump administration, and her has a wide range of other assets. まあね、イバンカ・トランプはですね、もともとあのファッションのね、自社ブランドのファッション、確かトランプとかイバンカとかっていうね、あれだったと思うんですけども、そういうファッションブランドも、まあ、締めたんですけども、当初はですね、そういう政権に就く人が自社ブランドの服を着てね、まあ、そういう会見に臨んだりとかってことができて、まあ、それもダメだろうというところでいろいろバッシングを受けて、まあ、最終的にそのイバンカというブランドを畳んだんですけどね、まあ、その他彼らはいろんなね、まあ、ビジネスにおいて広告塔となって、多分今いろいろとマーケティングで稼いでるんじゃないかというところですかね。はい、そういったことが今囁かれております。まあ、ビジネスマンがやっぱりこう大統領とかになったりとかするとですね、まあ、こういうことが起こりうるというところですかね。はい、はい、ではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。まだツイッターの方もですね、ぜひこちらの方から、フォローしていただけると幸いです。また日々稼ぐノウハウについてですね、メールマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方も、ご登録ください。それでは本日の内容は以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye!